はい、皆さんおはようございます。アトランタのタカです。はい、今日は土曜日でコスコで私は何を買ったでしょうかということです。はい、ちょっと待ってください。1個抜けてますね、買ったものは。ここで行きましょう。まずですね、これなかなか便利いいんですよ。あのトイレに置いてるんですけども、フラッシャブルワイプス、要はだからあのトイレに流せる紙です。まあこれでまあ、あのお尻拭いてくださいということです。あのウォシュレットがないんで、あのこれでまあお尻拭いてくださいということです。これお見せしましょう。こういう風になってます。これまああの車の中に置いててね、あのお手拭きで使ってもいいですし、あのまああと手洗って一応あのエアが出るやつがあるんですよ。だけどまあこれで拭いてもいいですよということです。で前にあの紙のねペーパーをタオルを置いていたら、やっぱりあのバカなやつがいて、で酔っ払いがいて、あの便器にバーッと突っ込むわけですよ。でまああの、600度か800度ぐらいその掃除の費用でかかったということがあります。ですからあの全部ワイプを、フラッシャブルワイプを置いてます。はい、英語の勉強になりますね、フラッシャブル。はい、そして買ったものはこれスイファーです。スイファー、はい、これまああのワインコーナーのホコリを取ったりとかね、いろいろやってます。これあの取っ手がついてますんで、18、17入ってこれが17ドル85。はい、そして水を買いました。これです、ペリグリーノスパークリングウォーター炭酸水ですね。これが、今セールになってましてね、24本入りで21ドル49が 5ドル引きです。だから大変安いです。で店ではこれを使うんですよ、あのガラスの瓶を。これが750です。こっちが500の750なんですけど、まあ、あのこの750が、確か15本かなで、22ドル49だと思います。これがねなかなかセールにならないんです。それからプラスチックラップ買いました。はい、コスコといえばラップ、これ家で買えばね多分1年持ちます。でコスコいいのはこれ3000です。3000スクエアフット、普通の店で買うと大体2000なんですよね。2000スクエアフットで大体15ドルぐらいで、これは3000で16ドル49。はい、そして、次これもねやっぱり皆さん家で買ってると思いますよ、あのコスコのゴミ袋、はい、13ゲロン200入って、これが16ドル99。まあうちはこれとあと33ゲロンも使ってるんですけど、大きいの両方。続きましてシーズンです。チョコレート、はい、こちらコストのアソートメント、あのハロウィンがもう31日あともう2週間なんで、こういういろんなあのミニが入ってます。まあ、これお客さんにサービスでね、食事が終わったらどうですかっていう、まあ、出そうと思ってます。不況です、いろいろやらないといけないです。はい、ビーフ買いました。これがねチョイスなんですけども、あのニューヨークロインですね。でもこれ分かりますか、あのしゃぶしゃぶ用にもう切ってあるんですよ。で本当はもうちょっと薄いといいんですけど、まあ、この厚みだとあの例えばビーフのごぼう巻きとかね、アスパラ巻きとかそういうことにも使えます。ただまあうちはこれ今日あの明日ですか、ちょっと寒いんであのしゃぶしゃぶする予定です。はい、それからペッパー、あの日本ではパプリカですけど、アメリカではこれ全部あのベルペッパーです。パプリカという言葉がどこから来たのかちょっと分かんないですね。はい、スイートベルペッパー、黄色、赤、オレンジ、これ見て、2個ずつで6個入って、6ドル79。はい、そしてマンゴー、はい、マンゴーです。マンゴーが、6個で7ドル99。これあのブラジル産なんですよ。で本当はあのメキシコ産が最高なんですけど、今ちょっとアウトオブシーズンでないんです。でしょうがないからブラジル産買ってます。ただ中が結構黒い時が多いですね。そして、
スプリングミックス買いました。これは前回買いましたね。これ4ドル29。そして今回は一緒にベビースピナッチ、あのほうれん草も買いました。はい。これね、キャッシャーが間違えてましてね、同じもの2回打ってるんですけど、まあいいやということでクレームしません。はい。それから次がレモン。レモンが前回も買いましたけど、6ドル49。はい、20個ぐらい入ってると思ってください。はい、6ドル49。そして人参安いです。人参ね、これオーガニックなんですよ。でこれだけ入って、3ドル99は安いなと私は思うんですけど、皆さんはどうでしょう。はい、オーガニックオレンジ。はい、そして、最後にニンニク買いました。ニンニクです。これもあのピールしてある、剥いてあるやつです。これがね、1.36kg で、10ドル99。これで大体2週間か3週間持ちます。あのやっぱりあの手間なんで、こういうちょっと横着商品を使ってます。はい。で、合計がなんと209ドル79セント。はい。じゃん。で、まあ再販なんでタックスは払ってません。以上でした。